鞘城出身26歳の中野博史選手、一昨年の11月東洋太平洋フライ級のタイトルを獲得、去年の4月11月と2度の防衛に成功しています。中野選手、今日はタイトルマッチではなく WBC 世界フライ級8位の中野博史としてリングに上がります。中野さん、今日の試合内容によっては、はい、今年の秋か来年早々にも世界挑戦という話を畑中会長されていましたけど、そうなんですか、はい、できたら嬉しいんですけど、はい、そして今日の相手の選手は、はい、今まで KO 負けがないタフな選手という情報入ってますよ。そうですね、そういうようなこと僕もさっきちらっと聞いたんですけど、いやもう絶対今日は KO します、飛ばします。頼もしいお言葉いただきました。さて、この後中野博史選手の試合をお送りします。頑張ってください。ありがとうございます。さあ、みんなここに人とは違うと信じつつステージの上で歌う、みんなわらわらとその曲とも違う、世界に一つだけの歌を歌う、そう熱い奴の言葉は横着横着客席に飛び火。WBC 世界フライ級8位、中野博史、現役の OPBF 東洋太平洋フライ級チャンピオンの入場です。99年11月にメルビン・マグラモからタイトルを奪って1年3ヶ月、2度の防衛を果たしましたが、結果は KO ならず、いずれも判定によるものでした。本当に強いチャンピオンなのか、周囲の雑音をシャットアウトするため、口で説明するのは面倒くさい、俺が強いことをリングで証明してやる、そう言って今日、世界ランカーが迎えるノンタイトルマッチ、中野博史、リングに登場です。本日のセミファイナルが行われましたフライ級ノンタイトルの10回戦です。さて、引き続き解説は薬師亜生さんと渡嘉敷勝雄さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。サウスポースタイル、金髪の白いトランクスを履いているのが日本畑中ジムの WBC 世界フライ級8位、中野博史。一方、青いトランクスがタイからやってきましたワンミーチョッカンドラシン、年齢は24歳、11戦して7勝4敗 2KO という戦績のボクサーです。青いトランクスのワンミーチョッカンドラシン、タイからやってきましたノーランカーです。ちょっとリズムがないですね、中野君。もっといいリズム持ってるはずですから、はい、軽い動きしてもらいたいですね。左のジャブが当たります。カンドラシン左ボディを返してきます。そうですけど、足使わないですね。なんかベタ足になってますね、今日は。そうですか、ね、打ち合おうとしてるな。実は中野が今回の調整の途中でちょっと肩を痛めましてね、両肩を。で、結局スパーリングも100ラウンド、おっと右ストレートをもらいました。カンドラシンの右、100ラウンドぐらい予定してるのか。左フック、右のフックを返してきました。中野さんに左ボディです。皆さんナイスボディ返し欲しいですね。さあ、ワンツー、ストレート、いいですよ。中野の左、そして右フック、サイドからの攻撃欲しいですね。はい、距離から離れた距離からパッと入ってきて自分の距離にするにはいいんですが、はい、最初からも相手と同じ距離でしょう、はい、相手のパンチもね絶対入りますから、あの辺はもう少し勉強してもいいんじゃないですかね。自分の左ストレートも当たるけれども、ね、こうやって相手のパンチをもらってしまうわけですよ ね。だから今みたいな右アッパーって日本の選手は打ちませんからね、あの位置から、ちょっとスリークォーター気味から出てきますね。変わった位置から出てきます。あっと、これはローブローの注意がお互いに与えられました。薬師さん、いかがですか、このワンミーチョッカンドラシンというボクサー、タイプ的には。まあ、ボディです。始まったばっかりなんですけど、ボクシングのなんですか、この今までの基本ではない方ですから、やりにくいと思いますよ、中野としても。ただこのくっつかれてこう打ち合うっていう感じではないですよね、やっぱりね。相手も結構距離を取りたいんでしょうね。そうですね、お互いにボクサーファイターかなという感じもいたします。そうですね、この青いトランクス、ワンミーチョッカンドラシンはタイのキックボクシングになります。ムエタイの元々は選手でした。そしてサイドマッチを渡してきます。右フックを返そうという中野選手。ムエタイやっただけあってね、やっぱり根性はあるんですよ、度胸があるんですよ、はい、ただその度胸がね、相手のガードを下げさせてますから、この辺は一緒にね、左フックなり右フック一緒に打った方がいいですね。カウンター合わせるってことですか。ボール入りますよ、はい。中野も右のガードいつも低いですからね。はい、高田さんどうぞ。おっと、左ストレート、中野サイドです。中野左に入りました。さあ、左ショット、おっと、ロープに背負った、ロープに背負った、一気にボディ、さらに上下に上下、左ボディ、左ストレート、おっと、いいですね、今の一気にね、攻めた、あれはいいですよ。上下の打ち合いから左ストレート、カンドラシン立てるか、立てません。中野が3ラウンドノックアウト勝利を抑えました。もう最近は周りからいろいろ
世界はいつなんだ、世界はいつなんだっていうようなこと言われるんですけどね、まあ自分としてはまだまだそんな実力的に気持ちはもうそっちの方に行ってるんですけど、まだやっぱり我々は期待して応援してもいいですね。はい、期待してください、たっぷり期待してください、頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました、中野浩志選手でした。